皆さん、こんにちは。マリ 7.0 新機能紹介編へようこそ。マリはですね、超高解像度、そして高精度なテクスチャ制作を得意とする 3D ペイントツールなんですね。現在、最新バージョンは 7.0 です。これまで様々な機能を搭載してきましたけれども、このセッションではマリ 7.0 の新機能を中心に紹介していきます。セッション担当しますのは、ファンドリーの山口です。どうぞよろしくお願いいたします。まず最初に紹介しますのが、マリ 7.0 の開発の背景となったコアテーマですね。セントラルワークフロー。こちらはアーティストがテクスチャリングタスクを完了するのに、別アプリケーションを使用したり、サードパーティーのプラグインに依存したりすることがないようにしたいということですね。続いてはアーティストファースト。アーティストが求める様々な要望に応えていきますということで、新しいアーティストツールの導入ですとか、ワークフローの改善などが含まれるところですね。そしてスタビリティの強化。スタジオが新たなパイプラインに移行したとしても、マリを継続して使い続けられるようなサポートが必要ですよね。ということで、それぞれのコアテーマに対して新たな機能が追加されています。 GPU ベースのベイクシステム、ザ・ベーカリー、新規のプロシージャルノード、それからセルフコンテンツの拡充や機能面の強化、ベンダーシェーダーのアップデート、ノードグラフの使い勝手もね、向上しております。そしてパイプライン関連では、新たなバックアップ機能を追加したり、USD への対応を強化、そして VFX リファレンスプラットフォーム2023対応、Linux ではですね、ロッキーやレッドハット9に対応しております。最初に紹介しますのは、コアテーマ、セントラルワークフローで追加された機能となります。こちらがベーカリーですね。新たなジオメトリーマップベイクエンジン、ベーカリーを導入しました。で、これまでもですね、マップベイクの機能は搭載していたんですけれども、ベイクスピードが遅いといった理由で使われてきませんでした。で、大半の方々がどうしてきたかと言いますと、他のツールでベイクするのがね、普通になっていたわけですね。で、マリをですね、メインで使うアーティストがわざわざ他のツールを立ち上げてベイクを実行して、で、またマリにですね、そのマップを持ってくるという、こんなね、アーティストに面倒をかけるのは良くないということもあって、新しいベイクエンジンの搭載に至りました。で、現在のところ、AO、カーベチャー、ノーマル、シックネス、ディスプレイスメント、そしてポジションといった、ジオメトリマップを、ベイクアウトすることができます。で、ちなみにこのベーカリーでは、AOR やカーベチャーといったチャンネルを、ベイクする際にですね、チャンネルごとにベイク対象とするオブジェクト、個別に設定することができます。例えば AO に、含めたくないオブジェクトがあればオフにできますし、必要に応じて、オブジェクトを含めたり、除いたりといったことが可能になっています。簡単に UI を、ね、紹介しておきましょう。左からベイクアイテムリスト、ベイク対象オブジェクトの設定、調整パラメータ、右側に移りますと、プレビューやグローバル、そして出力設定ですね、用意されております。まずは左上ですね、ベイクアイテムを設定するところです。このベーカリーでは、同じタイプのマップであっても複数設定することができます。例えば、異なるパラメータでベイクしたり、異なるオブジェクト設定してベイクするなんてこともね、可能になっております。で、ベイクアイテムとして設定しておけば、一度にまとめてベイクできるということですね。パネル左側の中央部分では、ベイク対象とするオブジェクトを設定します。ハイポリとローポリ、どのオブジェクトからどのオブジェクトへベイクするのかっていうのをね、設定することができます。で、外部からのオブジェクトであってもベイク対象にすることができまして、その場合は右上のインポートボタンからロードすることができます。で、マリ 7.0V2 からはですね、UV なしのハイモデルを外部からロードできるように改良されております。左下のパネルではですね、ベイクタイプに応じたパラメータ設定が表示されます。タイプごとにそれぞれパラメータは異なりますけれども、調整結果はプレビューですぐにね、確認することができます。こちらがそのプレビューウィンドウですね。プレビューの品質は、ロー、ミディアム、ハイ、これら3つのレベルから選択することができます。そして最後となりますけれども、右下の部分ではグローバル設定で、サーチモードの選択、ディスクに出力するかどうか、
どのような形式でベイクするかっていうのをね、選択することができます。ベイクアズでは、ペイントノードやジオチャンネル、それからチャンネルに出力可能ですので、ベイクマップをすぐに使うことができるようになっています。はい、まとめになりますけども、プリセットから選択できるのはこれら、6つのベイクマップですね。で、それから対応している GPU なんですけども、ベイカリーでは GPU レイトレーシングに依存しているため、専用のレイトレーシングハードウェアを備えたカード、例えばですね、NVIDIA であれば RTX がついているもの、それから AMD であれば6000、7000ファミリーが該当します。はい、続いてはコアテーマ、アーティストファーストで追加された機能をね、紹介していきたいなと思います。はい、まずはテクスチャリング作業をより効率的にしてくれる、プロシージャルノードの追加ですね。マリ7.0では2つの新しいプロシージャルノード、バブルスとカモフラージュが追加されました。バブルスノードはですね、爬虫類の皮膚やセルといったサークル形状だけではなくて、さまざまな、ね、パターンも作成することができます。で、カモフラージュ、迷彩柄のテクスチャを生成してくれるノードですね。まあ、昔から入っていたような気がしたんですけれども、そうではなくてですね、今回7.0で新しく搭載されたプロシージャルノードです。続いてはセルフコンテンツについてですね。マリにはシェルフというよく使うマテリアルやブラシを格納しておける入れ物が用意されています。で、そのシェルフに追加可能な60以上のグランジマップをマリ7.0で提供をしております。で、これらのマップはですね、マリ本体のプログラムダウンロードサイトからダウンロードすることができます。で、もちろんファウンドリーが提供するマップだけではなくて、社内で作成したマップやマテリアル、こういったものを、ね、登録しておくことができます。で、Python スクリプトもシェルフに格納できるようになりました。ツールを登録しておけば、シェルフからコマンドを実行することもできます。マリ6.0以降ですね、シェルフのパフォーマンス最適化されています。リソースの読み込みが高速化されているということです。その結果、600程度のシェルフアイテムが存在しているような場合ですね、マリ5.0では起動に2分ほどかかっていたんですけれども、マリ6.0では起動に20秒程度、そしてプロジェクトのロード時間40秒かかっていたものが、まあ、大体こう20秒に短縮されたと、はい、こんな例もあります。はい、続いてはストリームラインドルックデベロップメントということですけれども、これはですね、シームレスなルック制作が可能になるということですね。レンダーベンダーとのコラボレーションによって、現状ですと 3D ライト、V-Ray、アンリアル、アーノルド、レンダーマンの5つのベンダーシェーダーを利用することができます。レンダーマンに関しましては、デフォルトとして入っているわけではなくて、Pixar が独自にマリ用のシェーダーを用意してくれています。これらベンダーシェーダーは、マリ上のルックが最終レンダリングでのルックと同等になるように、ね、デザインされてますので、アーティストはビューポート上のルックが最終レンダリングに近いものになるという自信を持ちながら作業を進めることができます。これらがマリ7.0で使用することができるベンダーシェーダーです。マリ7.0ではオートデスク、カオスの協力を得てシェーダーをアップデートしております。続いてはノードグラフの使い勝手について。まず1つ目はですね、ノードグラフ上で Y キーを押しますと、セーバーモードというものがアクティブになりまして、カーソルがカミソリの刃のようなアイコンに切り替わります。で、このようにノードコネクションに対してドラッグしますと、コネクションを切断できるという機能ですね。それからもう一つ、シェイクによる切断機能も導入しました。ノードを掴んで揺すると独立させるということができますね。これはヌークにも搭載されていた機能です。まあ、一見小さな新機能なんですけれども、かなり使い勝手が向上するんじゃないかなと思いますね。はい、続いてはタブキーからのノードローディングに対しても改良が加えられています。で、最後に使用したノードへのアクセスですとか、曖昧検索への対応も、はい、このマリ7.0でなされております。それから、よく使うノードを登録しておいて、素早くアクセスできるように改良もされておりますね。こちらが3つ目のコアテーマですね。スタビリティの強化とパイプラインです。
で、最初に紹介しますのが、オートマチックプロジェクトバックアップ機能ですね。これはですね、ウェタとのコラボレーションから生まれたバックアップシステムです。まあ、特徴としましては、このシステム完全に非破壊でですね、マニュアルのセーブ、またはオートセーブが実行されると、新しい復元ポイントが作成されて、プロジェクトタブの右クリックオプションからアクセスできるようになります。で、それからバックアップ中でもですね、アーティスト、作業を止める必要はありません。そのままペイントを継続することができます。で、また必要であればネットワーク越しにバックアップパスを作成することも可能です。で、これまではですね、プロジェクトのバージョンをこう作成するのが面倒だったんですけれども、この機能でかなり改善されるのではないかなと思います。はい、こちらはですね、バックアップシステムに関する簡単なメモです。バックアップ先のディレクトリは、プロジェクトセッティングスパネルで設定することができます。で、このパネルはですね、ファイルメニューからアクセスすることができます。で、バックアップパスはローカル PC、またはネットワーク上、どこかにね、設定することも可能です。ロートセーブの間隔はですね、プリファレンスで設定することができます。デフォルトでは15分ごとに設定されておりますね。続いては USD インポーターですね。マリ7.0では USD をインポートする際の UI を大幅に改良しまして、より直感的で便利に使用できるようになりました。まず他のアプリケーションでも採用されている階層ビューを導入しています。それからエクスプレッションを用いたインポートですとか、バリアントの選択も可能になっていますね。キープセンターやワイアップといったコマンドはアイコン化してまとめてあります。USB パイプラインということで、マリで USB を用いますと、モデルに様々なマテリアルをアサインしてパッケージ化できるようになります。エクスポートする際にモデルとマテリアルのバインド情報を USB ルックファイルとして書き出しておくことができますし、アセンブリファイルも同時に書き出しておけば、すぐに次のステップで利用することもできます。例えば、刀や他の DCC ツールでアセンブリファイルをインポートすればですね、USD モデルはマテリアルやテクスチャがバインドされた状態でロードされます。はい、このビデオはエクスポート時のマテリアルをバインドする方法について紹介しています。今、細かく設定していますのは、マテリアルに名前をつけて各セレクショングループのアイテムにそのマテリアルをアサインしているところですね。で、マテリアルバインディングに対応しているのは、これら4つのシェーダーとなります。そして今回は刀ですけれども、USB に対応している DCC ツールで、アセンブリファイルロードすれば、この通りですね、ルックを再現することができます。これまでマリ7.0で搭載された新機能について紹介してきましたけれども、いかがでしたでしょうか。マリ使ってるんだけど、まだ7.0は試してないよという方もね、いらっしゃるんじゃないかなと思います。ぜひ、マリ7.0を試してみてください。はい、以上でこのセッションね、終了となります。ご視聴ありがとうございました。